んでちょっとででん、フィアット850スポーツクーペ、右ハンドルのディーラー車っていうんですかね、当時のディーラーってあんのかな。でこれ実は、僕の親父の車でして、なんか来月車検らしくて、ちょっと軽く整備して、ね、試運転がてら乗ってきたっつって突然現れましたけど、いい色でしょこれ。一度塗り直しております。でこの車実は親父がね、20歳過ぎ、就職してすぐの時に、青山かどっかのそのまあディーラーだかに行って買った車で、うちのお父ちゃんはですね、このアバルトに、非常に憧れていまして、僕も小さい頃からこのアバルトの逸話をね散々聞かされて、サソリの毒に侵された人間です。アバルトのねビアルベーロとか欲しかったらしいんですけど、まあ当然もう普通の人がねまず買えるような車でもないんで、で親父は当時これ欲しくて、買ったと。でなんでほら玉のフルナンバーでしょ、なのでもう、49年持ち続けてますね、うちの父ちゃんは。やばいっすね、本当にね。で右ハンドルで、内装はねほとんどオリジナルなんですけど、実はこのシートをですね、僕が13年前ぐらいに、本革で貼れと指令を受けて、僕がこれ貼りました、前後で。フェラーリティの風にしろと言われてですね、腹筋ステッチを再現して、糸もちょっとね太い糸使ってゴリゴリした感じで、皮もね確か一から調色したんだっけな、ちょっとエンジっぽい茶色じゃなくてエンジっぽいのがいいって言われたんで、これがね純正の色なんですけど、で僕は小さい頃これでよく、釣りに連れて行かれたりですとか、当然ねあの奥多摩の、峠に連れてかれてドリフトされたりですね、いろいろな思い出があります。まあ僕のビートルも右ハンドルなんでね、なんかやっぱ右ハンドル日本で乗るにはいいですよね。ダッシュなんかはちょっとやれちゃってるけど、まあでもこうやって見るとあれですね、やっぱこの間来てたあのフィアットのスパイダー、あれとはもうダッシュの形状も全く違うんですね、こういう風にね、あの車と基本的にあの機関系のコンポーネントは同じです。ボディが違うだけで、あちなみにねこのグレゴリーも、今はもう珍しいこのヴィンテージタグついてるの見えると思うんですけど、もうね、何年使ってんすかねこれね、もう分かんないですスーパーヴィンテージリュックですね。エンジンがね、じゃじゃん、買い鳴らされたこの850ユニット、基本ノーマルなんですけど、この辺もねこの間来たフィアットはあのウェーバーのサイドドラフトになってたんですけど、これはもうヘッドから何からフルオリジナルです。オーバーホールは1回ぐらいしてたかな。そうで、よくよく見るとね外色と中色、色が違うの分かると思うんですけど、こっちが本当の本来の純正色ですね。で、あんまね特筆した改造はしてないんですけど、まあこういうプーリー関係は、これはねうちの親父のまあ仕事柄こういうのを図面引いたりもするんで、あのプーリーの図面を引いて、仕事の図面と紛れさせて外注に作らせるっていう、あの職権乱用して作ったプーリーでとかね、まあ、これも全然作ってる
これウォーターポンプなんですけど、うん、綺麗にしてるよな、やっぱり。マフラーもね、これは純正で、下の太鼓が、これアバルトタイプ、アバルトっすね。いや、ねえ、このアバルト、かっこいいね。で、ミラーはノーマルじゃないですね、これね、多分。うん。で、この車は850の前期型で、ここにホグが埋まってないんですけど、ここに埋まると、後期型の 904cc っていう、ちょっと排気量が大きくなった、車になります。いいね。こんなのはね、多分これチンクとかと共通部品じゃないかな。うん。でもリアのね、このテールレンズもね、これあれなんですよね、ランチャストラトスと共通だった気がします、確か。いいスタイルだな、しかし。めっちゃ静か。めっちゃ静かだね。全然見てないし、静かだな、しかし。